おはようございます。釣り子 TV です。こんなワームが売ってましたよ。デプスの、リバウンドスティックなんですけども、これね、手のひらに収まるぐらいのすごいマイクロサイズのリバウンドスティックね、これをね、釣り具屋さんで見つけたので早速一袋買ってきてみました。でね、価格は一袋700円っていうことで、カラーミミズ、これは魅力的なカラーじゃないですか。まあ形もね、こんな感じのね、ミミズっぽい形なんで、ちょっと期待できるんじゃないかなと思いまして、早速ね、どんな感じか開けていきたいと思います。よいしょ。いや、リバウンドスティックね、実はね、買ってないんですよね。大きいやつね、どう使うんだろうと思って、そんで、あいっぱい入ってる。こんなにありがたいですね。たくさん、一袋に700円で入ってますよ。12本入ってるね。これは、うわー、じゃあちょっと1本これはいいんじゃないんですかねえ。ノイ系なんかでもね、ミミズとかね、いっぱいいるようなフィールドとか、はたまた、そうですね、暴走のリザーバーとか、で、まあね、ミミズカラーですけども、あそこ、まあ、リグによってはね、ベイトフィッシュみたいに操ることもできるし、これね、こう、リブがいっぱい入っていて、それで頭の方にはこういうちょっとタスキみたいなところがあってですね。で、微妙にツートンカラーになってますね。表と裏でこう、ちょっとね、わかりづらいかもしれないんですけども、色が微妙に変化して、まあツートンカラーみたいになっていて、で、この形を見てね、まずやってみたいなっていうのが、まあ、インチワッキーっていうかね、まあ真ん中にジグヘッドを刺して、で、こう、プリプリってね、動かすような、なんていうか、まあいわゆるフリックシェイクのような使い方で、この小さいサイズね、すごい効きそうだなって見て思ったのと、それとですね、まあジグヘッドにつけて、なんだろう、ミドストみたいにも使ってみたいし、まあダウンショットなんか間違いないですよね、これだったらね。オフセットダウンショット、マス張りダウンショットで、まあ、マス張りだったら真ん中にもかけられるし、端っこにもかけられるしっていう感じで、まあ、基本はちょっと根掛かり多いようなポイントを狙うことが自分は多いので、小型のね、オフセットフックにつけて、まずダウンショットってのは間違いないような。あとは、春のね、今のこの時期ねに効きそうなのが、スプリットショットリグ、ライトキャロライナリグ、ここら辺でね、このサイズ感、これが効くんじゃないかなね。で、なんかね、こういうストレートっぽい形をね、変色する瞬間が春先にあったりするので、そこでね、普段はそうですね、この前なんかはあのシルクワーム、ゲイリー山本のね、シルクワームで釣ったりとか、まああと結構前ですけどね、サタンワームとかね、サタンテールとかね、そういう小型、まあ3インチ前後のやつで、動きのそんなに激しくないものを静かに動かして、こうもうほんとズルッズルッコン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 っていう感じのね、そういう釣りにね、使ってみたいな。で、このミミズカラーね、いやー、これはどうにも買いたくなっちゃうね。カラーと、サイズ感ね、で、この独特なね、くびれ付きのこの形、これは買いでしょうっていうことで、まあね、タイミングがあればね、早速釣り場に持っていきたいんですけども、まずね、あと重さなんかも分かっときますかね。重さ、リバウンドスティックのね、これが3インチですね。重さ出るかな、何グラムでしょうか。おっと、今ちょっと無理やり押したけど、えい、微妙にゼロ、1グラムですね。
ああよかったこれ 1g って出てくれた。ほんとね小型軽量、何にしろこのスリムボディなんでね、ほんとデプスのワームにしては珍しく 1g で、しかもこんなもう食わせにかかったね細身のシルエット。でもデプスから出るってことはやっぱりデカバスを取るためにこういうシチュエーションで投げてねっていうのもあるんでしょうからね、そういうのが YouTube なんかでもね上がり出すと、楽しみだなぁなんて思うんですが、まずは自分の頭の中ではこういう釣りやああいう釣りいくつか思いついているので、まずは持っていきたいと思います。ね、デプスっていうとなんかでかいルアー、ね、激しいルアーって感じですけど、まあ、こういった小型のねところでもほんといいやつ多いですよね。あのケロムシとか、まあ、その他にもね各、ルアーで、まあデスアダーなんかもね結構小型のサイズまでラインナップされてたりしますから、実はね、まあそういったところでこういうねあのデプスの後なんだろう、この素材が俺バス結構好きな素材なんじゃないかななんて思ってるんで、なんかブルフラットなんかの食い方を見ていてもほんとバスがね口の中でもぐ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 してねしばらく吐き出さないなんていう印象があるので、このワームに関してもねその一回口の中に入ったらパッパッて吐き出すんじゃなくて、ちょっと当たりを入れるまでのもぐもぐのね時間をもらえるようであれば、春先のこのちょっと繊細な釣りにねぜひ投入してみたいなと思ってね一袋を買ってみました。はい、こんなねやつね今釣り具屋さんに結構いっぱい並んでるんで、春先のまあね自分なんか関東ですけども、関東のちょっとタフフィールドねなんとか攻略したいなっていう人はぜひっていう感じですよね。まあチャンスがあったらね、釣り場に持って行って、ライトリグの釣りも本当好きなんでね、いろいろ試していきたいと思います。というわけで本日の釣り子 TV はこちらデプスのリバウンドスティックの3インチミミズカラーね、これを買ってきてみたよ、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。